ゲとやるべでゲゲダルバですということで本日は11月の YouTube 収益公開金だマニーだ10月分の収益が今月の11月に振り込まれた。どうですか最近こう YouTube やってて。10月ぐらいだとロングがちょっと20万再生のやつとか30万再生確かに確かにそこら辺はいいなと思ったけどショートの勢いが落ちてきたかなと思うね。そうね。だから収益もちょっと下がってるんちゃいますの。どうでしょうか。今年はもう TikTok に本腰を置いて、はい、来年2024年から YouTube 本格始動しようっていうのが俺らのね、はい、一応計画であったから、はい、まあ、まさかねこんなにねショートがバズるとは思ってなかったし、ね、しかももう50万人目前ですよ。ねえ、もうこれ上げてる時にはもう50万人多分いってるんで。ああいってるな。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。でやっぱ50万とかにもなってくると YouTuber って言われることの方が結構多くて。ああそうね、なんか TikToker じゃないもんね今 YouTuber だもんね。そう、この間もさ Uber を頼んだら初めてよ。あ、 YouTuber の人ですよね。うわこいつ店員でそういうことやるか。ああそれ嫌やね。だって Uber なんてもう家も分かるわけやん。そう、それはいかんね。確かに俺もさ置いといてくださいの方式でやれゃいいだけの話。あ、それはお前がバカよ。あ、そうなんやけど俺んちょ分かりにくいのよ。まあ、確かにあれは分かりづらいわ。そうそうそう、いつも何分もうろちょろしてんだよ馬の人がそこら辺だから。まあ出て受け取るっていうことをやってるんだけど、はい、それ結構ちゃんとやんないと危ないよ、はい、今はいいかもしれないけど危ないよ、はい、家バレするよそれは。最近思った、俺んち入る時もちょっと変装してほしい。あ、マジで。さすがにさ俺らがその2人歩いてたらさめっちゃみんな見てるわけよ、あそこヒゲダルマは割れないやって思われる。そうそう、今はまだいいけど今の時点でバレたことによって、のび太来た時にトラブルが起きちゃうと思うから、俺も新幹線とか乗る時とか駅員さんとかに言われるんだよ。ああマジで見てますみたいな。えてかもうどこ行っても言われるよ。そうね、本当に最近ガソスタで俺がさずっと入れ続けてんのに永遠に終わらないみたいな、壊れてるわと思って、店員さん来てくれたら俺がただただもう一回プッシュすればいいよってものをずっと握りしめちゃってただけって言うんだけど、給油初心者やん。そう、ちょっとなんか嫌な顔してたと思うな、うん、なんか入んないんですけどみたいな。そしたら対応全部終わった後に、あ、いつも言ってますみたいな言われて、あ、やばいちょっと変な態度取っちゃった。俺もね、それね、最近思う。基本的にはさ、プライベートの時とかもさ、うん、店員さんとかでさ、ありがとうございましたとかごちそうさまでしたとか普通に言うやん、うん、けど日によってさ、ちょっと疲れてんなとかさ、うん、そういう時だけ出会ってしまって、うん、そういう風に見られるケースもあるわけや、うん、それなんか大変やなと。この間1回なんか俺のインスタにコメントが来たんだけど、美容のエステいたのね、はい、でその時こう目の前のセブン行ったんだけど、お客さんなのかな、俺ワンチャン店員さんなんじゃないかなと思ってんだけど、そのコメントした人がね、コンビニで見たけどフィリピン顔のブスだしめっちゃ態度悪かった。フィリピン顔のブス。朝9時ぐらいとかに行ったのね、ほぼ寝起きなのよ。確かに機嫌は良くなかったかもしれない、けど別に普通にやってるんよ、顔がその寝起きで疲れてるってだけで多分こう態度悪く見えんだろうね、普通のやつが、朝っぱらがさ、ありがとうございますとか言わんやん。うわーうぜーとか思ったけど、そういう風に今もう見られてるんだなって、なるべく意識しようとは思うけど、フィリピン側のブスは正解だけどね。フィリピン側のブスっていうのはさ、フィリピンの人に失礼やしさ、その今正解って言ったらお前も失礼やしさ。最近まあそのさ使える金額増えたわけやん、うん、何に使いたいの。最近使いたいなと思ったのは、今度またヒゲダルマでダンスの動画とかを撮るやんか、うん、それの衣装やら、うん、出演者に出してあげるお金やら、うん、セットを用意するやら、そういうものに使えるようになったなと思って。次の撮影するやつとかを何十万っていう規模でやるわけやもん、うん、あと企画にお金使えたらなとも思うし、旅行とかねやっぱやりたいよね、うん、ヒゲダルマのテーマとしてはさ、男がやりたいことを叶える男たちがテーマなわけや、うん、最近それがあんまできてないな、やっぱそういうところでお金かけたいよね、かけたい。俺は結構服とかいろいろ使ったけど、それも別にさこういう撮影があるからさ買うみたいな、男からしたらさいい服着てる男とか憧れるやん、そうね、自分の欲を満たしてる半分仕事半分みたいな、まあ、だったら旅行とかにもっと使いたいなとは思うかな、なんで旅行に行きましょう。はい、まあ今向かってるんですけどね、これもお仕事です。これもお仕事です。はい、ということで、はい、その収益の方を発表したいと思います。来た来た来た、ヨーホーヨーホー、ドラムロールお願いします。ヒゲダルマ10月の YouTube 収益公開、その額はいかに。100万
123万5424円。ありがとうございます。ありがとうございます。ただね、こう前回発表した金額だと157万円、はいはいはい、あと約まあ30万ちょいぐらい収益が落ちた。はい、まあそんな感じだろうなとは思ったよね。まあそうね、まあ、シンプルにやっぱこうショートの勢いが落ちてきた、うん、ショートだけでずっと行くっていうのは先のことを考えた時に、もちろんショートはやっぱ俺らの武器ではあるし、うん、特技でもあるけど、ロングの方をねちょっとずつ伸ばしていかなきゃいけない。ロングの方で157万とか、はい、それぐらいの金額を立てられるようにしていかなきゃいけない、来年はね。それがまあ YouTuber であり、みんなに好かれる人の特徴だもんな。 YouTube っぽい企画とかもね、多少やっていくようにすればね、ヒゲダルマの企画案を出してくれる人みたいなのは欲しいなと思って。欲しいね、まあ、俺は企画力はそんなないよ、 YouTube の、ヒゲダルマ企画案考えたいみたいな人がいたらね、ヒゲダルマのインスタの DM ですかね、連絡をいただければ。やっぱ俺今の時代の YouTube、まあ、もちろんその中身が面白くないとダメっていうのもあると思うんだけど、化粧しながらご飯食べながら通勤の時聞くみたいな30分ぐらいのロングの動画にやっぱ一番需要があると思うんだよ、はいはい、この間 Twitter でヒゲだるまって検索したら、うん、最近の日課はご飯中にヒゲだるまの動画を見る。あ、俺も見た、一緒にご飯食べるのが日課だみたいな、そういうのが嬉しいやん。それいいですよね。やっぱこう最低でも30分の動画を作るなきゃダメだと思うんだよね、はいはい、来年からは。そのためには、まあ、ザキヨ一人じゃもう無理だから編集スタッフをもう一人確実に増やさなきゃいけない、はい、まあ、さっきね YouTube の収益を公開したんですけど、ね、下がってるじゃん。 YouTube の収益下がってもノーダメージ、高い方がいいんだけど、はい、TikTok がやっぱ一番強い、はい、TikTok の PR 案件だったりとか、まあ、さっきはね YouTube の方もそうだし YouTube ショートの方とかでも PR 案件をさせていただいてるんですけど、そっちの収益がね YouTube の広告収益の、まあ、倍ぐらい入ってるんですよね。ヒゲダルマとしてその会社としての売り上げはもう全然ずっと上がってるんだよ。今月もねいっぱいお仕事しましたよ。いやーちょっといっぱいしすぎている。見てヒグチ、りょうくん、ヒグチ。この間僕の D リーグメインだからそこにかけてました。プラスその期間案件やらいろいろありました。ビキニ半端なかったじゃないですか。あ、ニキビね、ニキビね、ニキビ、そうですよね、はい、治りました。でも本当にそれぐらい案件が詰まってて、今撮影してるのが11月なんですけど、12月の案件とかも決まってるものと今決まりそうなものと先の決まってるものとみたいな、もう訳が分かんない。訳が分かんないね。りょうくんもな、今提出遅れてるやつあった。そう、遅れてるやつあるし、明後日までに出さなきゃいけないやつがあったりとか、今遅れてるやつもあるしとか、すごいありがたいことに、ね、今めちゃくちゃ忙しくなってる。プラスでこう YouTube の撮影もやってるっていうのでね、ありがたいぐらい忙しいよね。その分しっかりね報酬もいただいてるし、まあただねそんなことね僕とねタイジ君だけじゃできないんですよ。できません。そこで現れたのが、はい、マリシャです。ザキオもうちょいこっち来て。これはザキオです。これは、ザキオ君はいつもこんな感じですからね、大体寝てますからね。どうですかマネージャー最近のヒゲダルマ。お前さっき、あとで振るんだようまく。どうですか最近のヒゲダルママネージャー。ありがたいっすね。ありがたいとともに遅いっすよね。まあいろいろ無知を打たせていただいてちゃんと提出したことは逆にあるのかっつね。最初の方はねいけてた、いけてた、うん、マネージャーとのね付き合いも僕は1年ぐらいですかね、1年前ぐらいにねクリエイター事務所みたいに所属してて、でそこは辞めたのよ、はい、ここ入ってても仕事も何もなかった、こっちにかけてくれてる感じも全くしなくて、辞めようと思ってる時にまさきさんの会社の社長、俺と太一の知り合いの社長さんで、りょう TikTok すごいじゃんみたいな感じで打ち合わせしようよってなって、社長とマネージャーと打ち合わせしたんだよ。マネージャーといろいろ話してて、そしたらその後夜すぐに、いやなんかもう会いたいです、その日にもう好きになっちゃったんですよ。会いに来てくれて、当時ヒゲダルマもまだ5万人とかくらいしかいなかったの、はい、今自分のアカウントもあるんだけど、こっちのヒゲダルマをもっとこうやっていきたい、こっちに俺は可能性を感じてなくて、そういう話をしてる時に多分ちょっと魅力を感じてくれて、一緒にこうやりたい、この熱量がある人だったら一緒にやりたい、はい、と思って俺だけ最初所属して、太一も所属して、はい、今ヒゲダルマの案件とかもやってもらってるんだけど、いや本当にねマネージャーは見る目がある。先見の目を持っていたわけでございますね。会った瞬間からもう分か
っちゃいました、はい、そうですよね。あの時から一緒にやってるからこそのね信頼関係もあるし、間違いないね。俺らみたいなこうポッと出たやつらはさ、いい意味でも悪い意味でも大人が寄ってくるやん、はいはいはい、騙されたりとかもあるかもしれないけど、マネージャーもいるし、困った時はこう相談できる相手がいる、はいはい、恵まれてるなっていう環境は。大変なことは多いんですけど、ありがたいことに案件をお配りいただいたりとか、初めやり取りさせていただいた時からどれぐらいお金いただいてるのかなみたいな。最初に比べたら多分今の10分の1ぐらいの金額だからね。確かに確かに、マジで最近ですよね、本当に増えたのも案件が、ここ1ヶ月で2倍ぐらいに金額が上がってたりとか、はい、そうですね。金額だけで言ったらめちゃくちゃでかいやつとかもあるんだけど、合わないなとか、これ再生取れないなとか断るんでね、はい、めっちゃ断った中でそんだけ忙しいっていう、マネージャーの力ですよ。僕らだけだったら確実にアタフタするし、終わってるね。金額交渉なんてさ、なるべくしたくないクリエイターが直でみたいな、めちゃくちゃいやらしい。そこでマネージャーが入ってね、もっと行きましょうみたいな、まだまだみたいなね。あれ入ってくれることによってね、クリエイター活動にも専念できるし、金銭的な面でも余裕ができるっていうね、はい、本当にありがたいですよ。ありがたいです。第三者だからこそ良さみたいなところを伝えられるっていうところは、マネージャーの存在意義かなっていうふうに思っていて、二人が自分たちいいですよっていうのよりも、第三者であるマネージャーが二人良くてこのぐらい実績があって交渉することによって単価が上がったりとか依頼をいただいたりみたいなことはあるのかなと、そういったところは二人のお力になれてるのかなというふうには、マネージャー、はい、来年からちょっと案件の数減らしてほしいです。1個の単価が上がり、案件の数をちょっと減らしてほしいです。それができれば理想やけどね、でもそれはやっぱ俺らのクリエイターとしての価値が上がらないと。俺が今現時点で思うのは、PR 案件だったりとかに会社の売り上げとして頼るのは来年いっぱいまでだなと思ってる。そこからは自分たちで売り上げを立てなきゃいけない、もちろん PR もすげえ今よりも激戦してやるとは思うけど、もう1個軸をやっぱ作んなきゃいけない。例えば太一だったらメディア出演するとか、はい、テレビ CM とかもそうだよね。地上波にね。俺に関してはね、今やりたいビジネスが一つあるから、それが叶えられたらこの先の人生それずっとやれることだなって思うことが一つあるんで、はい、事業をね成功させて売り上げを立てていきたいなっていうところはある、うん、自分たちで撮って乗っけてじゃない、何かに出に行くみたいな、ブランドとかメーカーさんの撮影に僕らが出演するとかね。そう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 、見え方としてもね、ヒゲダルマ上がってきてるなっていう風にも見えると思うから、もちろん俺もねそれはやりたいなと思うし、やる案件とかに時間割くのって来年までかなって俺は思ってるから、ね、今ですよ。そうですよ、僕らにお願いするなら、お偉いさん、広告代理店の皆さん、はい、今ですよ。でも僕のニキビが増えすぎるんで、あんまりお願いしないようにね。そんなこと言ったら減るやんけ。まあでも本当にね、価値は上がっていくと思うし、価値を上げるつもりで俺らも頑張るから、今のうちからね一緒にやってくれる人だったりとか、僕らはね恩感じますから。そう、これは恩売り動画ですかね。そうですよ、これは恩売り動画ですよ。僕らのビジネス動画ですよ。見ないて若い子、これは別に若い子に向けて言ってるわけじゃない、チームとしてやれてるとか営業できるとかっていう大人がいる環境のクリエイターって多分そんないないんだ。確かに確かに、俺らはもう今のうちからそういう風にやってるから、まだまだ行くよ。 TikTok とか見たらめちゃくちゃふざけてるアホな兄ちゃんたちって思ってるかもしんないけど、俺らまだまだ行くよっていうね、宣戦布告動画です。そう、誰に誰に広告代理店、お依頼さんの、娘さんだったりとかお孫さんだったりとか、はい、ヒゲダルマ仕事で呼んでって。結局そういうのがね若い子たちに受けるんだって、やっぱ上の人たちは分かんなかったりするじゃん、若い子にどういう人たちが受けるのか、自分の親が社長さんだったりとか偉い人のお子さんたち、うん、あなたたちの力が必要です。はい、ということでね、はい、ヒゲダルマっぽくないかもしれないけれども、まあこれもヒゲダルマの裏であり、ヒゲダルマの視聴者結構本当にね上の男性の層が多いから、多いね、チャンスでもあり強みでもあるから、そこは生かしていかなきゃいけない。お産の皆さん、今後もヒゲダルマ応援の方よろしくお願いします。ということで、今回の動画が良かったらチャンネル登録、高評価、コメントお願いします。よろしくお願いします。次回の動画もお楽しみに。それじゃあ、バイ。うん、匂い、どうだ、ザキオ。はい。どう。どうですか。あ、匂いしょ。どう。あれ、なんかホームアローン出てました。もう、誰が泥棒役やねん。誰が泥棒役やねん。それ、シュプリームだ。あ、そう、もったいな、なんでなん、そんな大地くんに、あ、なに、俺からプレゼントがあります。ガチョ、魔女、なに、魔女スティック。
僕かかりつけのね皮膚科があるんですよ。はい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 。普段からはい、そこにね、欲しくもないけど、はい、すいません、はい、ニキビの薬もらってもいいですかって。ガチ？ニキビの薬もらってきました。ナジフロサキシキシン。マジで？これ大志くんにあげます。ありがとう。結構治るにゃ。結構治ります。マジ皮膚科行きたかったんやけど行くタイミングないから欲しかったんよこういうの。じゃあこれで綺麗な青肌取り戻しちゃおう。そしてね、よいしょ。何ちょっと一回かし、よしよしよし。そしてね、はい、なんとなんと、なんすか、僕10月3日誕生日でした。はい。そしてマネージャーの誕生日が10月2日です。あら、ようやくマネージャーの誕生日プレゼントを渡したいと思います。約2ヶ月越し、なかなかね、会うタイミングだからね。いいんですか？ちゃんと。まだ渡したかったんだ。俺は、二人同時で会うタイミングがなかった。俺とか、太一個人ではあったんですけど、まさきさんには、ちょっと開けてみてください。開けてみてください。ほぼビールですけど。まさきさんには言ってもいいですか？まさきさんは言ってもいいですか？あ、いいですよ、いいですよ。はい。こちらの、リックを、マネージャーに贈呈します。いや、ありがとうございます。マジでやっぱね、めちゃくちゃ嬉しい。いつもパソコンとか入れてるじゃないですか。はい。もう結構リュック減らってる。あれ相当使い込んでますからね。減らってるからもう減らってるから、まあちょっとまあ良さげなリュックなんで。いや、めちゃくちゃありがとうございます。ちょっとなんかビジネスっぽいリュックでもあるんで、ぜひこれを使って今後ともヒゲダルマよろしくお願いします。めっちゃ嬉しいです。もっとお仕事やれプレゼント。まあということでね、はい、今後ともよろしくお願いします。よろしくお願いします。しっかりね、クライアントの皆さん、メール、概要欄にね、概要欄にメールアドレスあるんで、そこに、そこの、問い合わせフォームに案件依頼とか送っていただければ、はい、しっかりね、僕らではなく、はい、こんな僕らではなく、マネージャーが対応させていただくんで、はい、お待ちしております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。盛り上がっていくぜ。